思いやり、そしてもったいないの心でみんなをハッピーにするお店2軒をご紹介。では最初のみんなをハッピーにするお店は？いらっしゃいませ。うちは尼崎市にあるブランコ酒蔵食堂です。こちらでは淡路島福良漁港の新鮮な魚やサコシの牡蠣など兵庫の恵みを使った料理が人気なんです。わあ、いい音が聞こえてきましたよ。これは去年の6月に誕生した尼崎の新名物、甘メンチです。肉汁たっぷりですね。これがみんなをハッピーにするメニュー？淡路島の恵比寿もち豚と淡路和牛を使いまして、石川町の濃厚なたずみの卵と淡路島牛乳、オール兵庫県産です。すべて県内産の食材でできた甘メンチ。コロナ禍の家飲み用にとテイクアウトもできるんですが、実は生産者さんへの思いやりがたっぷり詰まっているんです。コロナ禍の中で緊急事態が発生した時に、生産者さんが食材が大量に余ってしまって廃棄されるっていうことをお聞きして、何か飲食店でできないかなっていう思いで始めました。廃棄される食材を救う思いやりあふれる甘メンチ、食べてハッピーになってね。おいしいですよ。続いてのみんなをハッピーにするお店は？いらっしゃいませ。芦屋市にあるイタリアンレストランボッテガブルーです。当店は地産地消にこだわり、添加物を使わず食材本来の味にこだわったイタリアン料理を提供しております。実はこのお店、日本サスティナブルレストラン協会という食品ロスや環境問題など持続可能な課題解決に取り組む団体から国内第1号店に選ばれたすごいお店。どんな取り組みをしているんですか？食品ロスゼロです。食材を余すとこなく使っております。このスープに食品ロスゼロの秘密があるそうですが。これは主にリゾット、パスタなどで使っている当店のお出汁です。お野菜の皮、お魚も一本買いするので、魚介の殻、貝の殻、こういうところまで全部煮出して使ってます。こうすることによって季節の味が出るんです。貝の殻も貝柱があるので、そこからお出汁が出ます。家庭でもこう野菜の皮とか焼き魚とか食べられると思うので、これをお味噌汁に使ったりとか、シチュー、またカレーとか鍋とか、そういうのにも使います。さらに出汁殻だって無駄にはしません。コンポストといって、堆肥を作るバッグ、これに、先ほどお出汁の殻をコンポスト、木くずの中に混ぜ込んで発酵させて土に返してます。生ごみゼロです。すごいですね。他にもお肉を焼くときには、下に固くなったパンやキャベツの外側の葉などを敷いてクッションに、風味もついて美味しくなるんだそうですが、シェフが食品ロスを意識するようになったきっかけは？このやり方というのは、もともとイタリア修行の時にですね、一人の恩師、師匠の教えでもありました。食材を無駄にせず、何かに使えないかなということを考えなさいということを教わりました。もったいないマンになりなさいみたいなことを言われて、何かに使えないのかな、だからこういう活動というか調理の仕方、ちょっと独特だと思うんですけど、こういうやり方にたどり着きました。そんな大島シェフは全国イタリア料理コンクールで日本一に輝いているんです。お店でいただけるお料理は？こちらが当店のランチコースです。日替わりランチコースも食材を余すところなく使って美味しく調理しています。パスタはですね、明石だこの、ラグーソース、ネギベーゼ添えです。下のソースは、赤カブのソースです。カブの身の方はソースにして、葉っぱの方はお出汁使っています。食材を、最後まで使い切る料理、家庭でも簡単にできるので皆さん試してみてくださいね。料理人や生産者の思いがたっぷり詰まった絶品グルメでハッピー。